ラジャナインゴランは、ベルギーアントウェルペン出身のサッカー選手。セリエエカリアリカルチョ所属。元ベルギー代表。ポジションはミッドフィールダー。インドネシアのバタック人の父とフラマン人の母の間に生まれ、双子の姉がいる。父はラジャが幼い頃に失踪し、貧しい生活の中で母親に育てられた。母親は2010年に死去しており、ラジャの背中には、 母親の誕生日と命日がタトゥーとして彫ってある。名前のラジャはインドネシア語で、王を意味する。ナインゴラン自身はインドネシアを訪れた際に、欧州でインドネシア人の誇りを示すことは名誉と語っている。カリアリでの活躍後は、アジア系の風貌とプレースタイルにより、忍者の愛称で呼ばれている。カトリックを信仰し、オランダ語、英語、フラマン語を話せるほか、 フランス語も理解できる。金髪のモヒカンヘアーと全身のタトゥーがトレードマークとなっており、その要望からテロリストと疑われ、警察に通報されたことがある。2018年2月にはモヒカンを赤く染め上げた。また喫煙者であることを公言している。ローマ在籍時にはクラブへの愛着を語る一方で、ライバルであるユベントスを強く敵視し、攻撃的な発言がたびたび話題となる。 ローマ対談後も、ローマへの愛着を語っており、2019年10月6日の、ローマ対談後初めてのスタディオオリンピコディローマでの、ローマ戦では、ローマサポーターから、スタンディングオベーションを受け、スタンドには、マイウンはアベバーサリを、ベントロネイトラジャ、君は決して敵ではない、お帰りなさい、ラジャ、というバナーが掲げられるなど、ローマサポーターからも愛されている存在である。 サッカー選手としては攻守に優れた万能型ミッドフィールダーである。競り合いの強さやロングパスの精度を買われ中盤で主にプレーする。元はトップ下の選手でロナウジーニョに憧れていた。上述の通り喫煙者であるものの豊富な運動量を誇る。素行面に問題を抱えており、2018年の夏、モンテカルロのカジノで大負けをして何枚かの小切手を使用。 その後小切手が不正に複製され、15万ユーロを奪われるという被害を受けた。さらに、同年12月、トレーニングですでに1週間のうちに数回遅刻をしていたが、23日の朝に再び遅れ、クラブ側が懲戒処分として一時的なサッカー活動禁止の処分を下した。2000年からジェルミナル・ベールズ・ホットのユースチームでキャリアをスタートさせ、2004年に イタリアのピアチェンサカルチョのユースチームでプレーし、2007年にトップチーム昇格した。2010年1月27日、セリエ A のカリアリカルチョに買取オプション付きでレンタル移籍し、同年2月7日のインテル戦でセリエ A デビュー。2010年6月21日に共同保有でカリアリに完全移籍すると、2010から11シーズンからはレギュラーに定着。 同年10月31日のボローニャ FC 戦でセリエ A 発得点を挙げた。2011年1月31日には共同保有の残り半分の権利もカリアリが買い上げた。2011から12、2012から13シーズンもレギュラーとしてコンスタントに活躍し、2013年10月5日には2016年まで契約を延長した。カリアリでの活躍から、 ユベントス FC や AC ミラン、インテルミラの SSC、ナポリやマンチェスターシティ FC、FC ゼニトサンクトペテルブルクといった国内外の競合から興味を示されるが、2014年1月、エースローマにシーズン後に600万ユーロでの共同保有権買取のオプション付きレンタル移籍が決定。背番号は44番。ケビン・ストロートマンの離脱もあり、 レギュラーに定着し、2013から14、シーズン終了後には共同保有オプションが行使された。また、背番号は4番となった。2014から15シーズンは35試合に、出場しご得点を上げる活躍で、ローマの2位、チャンピオンズリーグストレートインに貢献。シーズン終了後には、ローマから唯一、セリエ A ベストイレブンに選出された。 また2015年6月24日にローマがカリアリから残りの共同保有権を900万ユーロで買い取ったことでローマに完全移籍2020年まで契約を延長したシーズン後にはローマのアジアツアーで父親の母国であるインドネシアを訪れた2015から16シーズンも36試合に出場し6得点を記録し2シーズン連続で セリエエベストイレブンに選出された。2016から17シーズンは前シーズン途中から就任したルチアーのスパレッティの下で攻撃的なポジションを任されたことにより37試合の出場でキャリアハイとなる11得点7アシストを挙げた。シーズン終了後にはスパレッティが就任したインテルやチェルシー、マンチェスターユナイテッドなどへの移籍が噂されたが、 ローマと2021年まで契約を延長し、残留した。UEFA チャンピオンズリーグ2017から18、準決勝のリバプール戦セカンドレグでは、自身のパスミスからボールを奪われ、失点に関与した。その後、試合終盤に2得点を記録したが、チームは敗退した。試合後、自身の SNS 上で、自身のミスを謝罪した。2018年6月26日、 インテルミラノに移籍することが発表された。移籍金は3800万ユーロで、将来インテルから移籍する際には、移籍金の10%がローマに譲渡されることになる。契約は4年間。2018から19シーズン終了後、アントニオ・コンテが監督に就任すると、そこの問題から構想外となった。2019年8月5日、 カリアリカルジョに2020年6月30日までのレンタルで移籍した。10月20日、SPAL 戦でミドルシュートによってカリアリ復帰後初ゴールを挙げた。2019年11月はセリエ A で2得点3アシストを記録し、セリエ A 月間 MVP に選ばれた。2020から21シーズンには一度インテルに復帰するもコンテの構想外に変わりはなく、 2021年1月にカリアリに再復帰した。ベルギー代表でのナインゴランベルギー代表の各世代の代表としてプレーした後、2009年5月29日、キリンカップサッカーのチリ戦で A 代表初キャップを記録。2014年3月5日のコートジボワールとの親善試合で代表初得点を挙げた。しかし、当時の代表監督マルク。 ウルモッツと起用法をめぐって対立し、2014FIFA ワールドカップの最終メンバーから落選した。UEFA ユーロ2016では、レギュラーとしてプレーし、スウェーデン戦で1-0での勝利の決勝点となる、ミドルシュート、敗退した、準々決勝のウェールズ戦でも、先制のミドルシュートを決めるなど大会に得点を挙げる、活躍を見せた。ユーロ2016後に、 ベルギー代表監督に就任したロベルト・マルティネスの元では戦術の喫煙問題や練習への遅刻など、規立面で確執があり、2016年10月と11月には代表召集外となった。2017年8月に代表召集外となった際にはマルティネスは、ナインゴランの召集外について、コンディション面の問題としたものの、こうした確執が原因と報道され、 ナインゴラン自身も落胆し代表引退を示唆する発言をした。2018年5月に発表された 2018FIFA ワールドカップに出場するベルギー代表にナインゴランは含まれず発表後自身の SNS 上で代表からの引退を表明した。国際 A マッチ30試合6得点。ありがとうございます。